美人百花フラワーズの後藤由紀です。現在新型コロナウイルス感染拡大の影響でお家で時間を過ごされている方が多いと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はお家時間が楽しくなる、そしてお家でメイクがしたくなる、そんなおすすめのメイク本をご紹介したいと思います。私がおすすめするメイク本はこちら、森エリカ100の顔カラフルです。モデルの森エリカさんが大好きで、以前にこの本を購入したんですけれども、この本を見ていると毎日すっぴんで過ごしているのがもったいないなと、思ったので、今ではこのメイクを真似ておうち時間を楽しんでいます。いろんなパターンのメイクがたくさんこうやってパーって載ってるんですけれど、今回私が実践してみたメイクはこちら、パープルメイクです。どうですかね。結構パープルメイクって難しい印象があるんですけれども、こうやってポイントが書かれてあったり、使ったカラーもこうやって載っているので、すごくお手軽にチャレンジすることができました。改めてこうやってメイクしてみると結構気分も上がるので、皆さんにもおすすめです。このメイク本には100通りのメイク法が載っているので、このメイク本を参考にいろんなメイクチャレンジしてみてください。今こうした状況の中で不安なことたくさんあると思いますが、明るい気持ちを忘れずに一緒に頑張っていきましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。美人百花フラワーズの後藤由紀でした。